はい、こんにちは、116インズです。さて、早いもので2022年も残りわずか。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか？私にとってはやっぱりマリナーズが21年ぶりにプレーオフ進出を決めた年、子供の頃応援し始めてからは初めてチームがプレーオフに進んだ年で、まあたかがプレーオフ行っただけじゃんと思われるかもしれませんが、今年は忘れられない年になるのかなと。プレーオフを決めた日、カルローリーがサヨナラホームラン打ったあの瞬間のことは今でも鮮明に覚えていますね。20年間もの間プレーオフから遠ざかっていた事実はファンのみならず現場もかなり苦しめたようで、そこからついに解放させた今年のマリナーズというチームは永遠に私の中でヒーローです。しかしながら移籍の多い MLB では別れはつきもの。今年のチームから去る選手も残念ながらいると。どんな選手であっても特に一定数以上の試合に出場した選手たちであればプレーオフ進出に欠かせない存在だと思っていますので、今回はそんな今年のマリナーズから去る選手に対して感謝を述べる動画となります。1人目はアダム・フレイジャー。コンフ・オリオールズと1年契約を結びました。フレイジャーは2021年オールスターにも選出され、シーズンの打率も3割5厘とハイアベレージを残しまして、なかなかセカンドを埋めることができていなかったマリナーズにちゃんとしたレギュラーが来たなと当初思っていましたが、しかし残念ながらシーズン通してバッティングの調子が上がることはなく、打率2割3分8厘 OPS6 割1分5厘はいずれもキャリア最低レベルの成績。パワーがそんなにない選手なのでアベレージを残せないと攻撃面で貢献できない点、厳しさは正直ありました。ただフレイジャーに関しては本当に大きな怪我なく、いろんなポジションを守ってくれたことが大きく、本職のセカンド以外では今季ショート、レフト、センター、ライトとチーム事情に応じていろいろ守ってくれたと。バッティングは期待外れだったかもしれませんが、オールスターに選ばれた経験がありながらチームのために様々なポジションを守ってくれた点、重宝した選手と言えるでしょう。またプレーオフ入ってから打撃の調子もようやく上向き、ワイルドカードゲーム第2戦、奇跡の逆転劇を締めたあのタイムリーは忘れることのできない思い出です。フレイジャーありがとう。2人目はカルロス・サンタナ。コンフ・パイレーツと1年契約を結びました。打線の中心的存在タイ・フランスの故障というアクシデントに対応すべく、急遽トレードでサンタナを獲得してきたわけですが、移籍後の成績はパッとはしないものの、彼はとにかくここぞの場面で大きな一打を放ってくれた印象が強いですね。ブルージェイズとの4連戦で2日連続で決勝点となる逆転ホームランを放ったり、ワイルドカードシリーズ第2戦でも追撃のスリーランを放ったりと勝負強さが光り、実際マリナーズ移籍後の勝負強さを示すクラッチの指標でサンタナは6月28日以降 MLB 全打者中5位の成績を残しています。個人的に DH というイメージがサンタナにはあったんですが、ファーストも破綻しない程度には守れ、フランスやスワレスの故障に際してもそこは大きかったですし、またベテランらしい存在感をクラブハウスで発揮したことが借金生活に沈んでいたマリナーズを立ち直らせるきっかけともなったともされています。マリナーズの勝利のダンスを考案したのも実はサンタナ、成績以上に大きな存在の選手だったと思いますね。サンタナありがとう。3人目はエリック・スワンソン。ヘルナンデス獲得に際してブルージェイズへトレードとなりました。2021年のマリナーズが予想に反して90勝できた一因に強力なブルペンの存在が挙げられますが、そのブルペンも今季序盤はサドラーの怪我ですとか、カスティーヨ、ステッケンライダーなどの不調で苦しい台所事情にありましたよね。そんなチームの中でステップアップしてくれたのがスワンソンで、高めフォーシームのコマンドがシーズン通してビタビタ、スライダーやスプリットの精度も良く、勝ちパターンの一角を担うまでになりました。7回以降のスワンソン、ムニョス、シーボルドの安心感は絶大でしたし、その中でもスワンソンが出てきたら、まあこの回は大丈夫っしょと思えるくらいにまで個人的には信頼がありました。また今季のマリナーズブルペン、まともな左のリリーフがいなかったんですが、スワンソンは左相手にも強さを発揮し、これも本当に大きかったですね。スワンソンのいない来季のブルペンはまだ想像できないんですけれども、ブルージェイズでもマリナーズ時代と同様に信頼されて使われる存在になってほしいです。スワンソン、ありがとう。4人目はエイブラハム・トロ。ウォン獲得に際してブルワーズへトレードとなりました。2021年夏のアストロズとのトレードのメインピースであるトロはマイナー時代圧倒的な打撃成績を叩き出していたことから、フランスのようにマリナーズで主力クラスへの成長に期待がかかったんですけれども、今季打率1割8分5厘 OPS5 割6分3厘はあまりに寂しい成績、BABIP1 割9分8厘を見ると実はものすごく不運だったんじゃないかとも思いたくもなりますが、トロの場合は打球関連の指標が悪いのでこの結果は必然のようにも思います。コンタクト能力自体はあるのでブルワーズではここをどうにか改善したいところです。ただトロもまた不思議な選手で、これだけ見ていられない打撃成績を並べながらもなぜか試合終盤、特に9回以降に謎の強さを発揮しまして、今季ホームラン10本しか打っていないのにそのうち4本は9回以降に放った一発、
9回になると突如パワーが光り始める謎のプレイスタイルで、もしかしたら全打席試合終盤の大事な1打席と意識させることが開花への第一歩かもしれません。トロありがとう。5人目はルイス・トレンズ。コンフノンテンダーとなって現在も FA です。2021年キャッチャーをやっていた頃はそうでもなかったんですが、途中で対左専用の DH という新しすぎる役割を見つけ、ここで意外な打力を発揮していましたが、今季またキャッチャーに戻ったことで打力が消失。トム・マーフィーが早々に今季絶望となってしまい、トレンズも全く打てていなかったので、結果的にローリーの出場機会が増えて彼のブレイクを呼び込む結果にはなりましたが、トレンズがあまりに控え捕手として頼りなかったがゆえに夏に補強に踏み切る必要もありました。ただ彼のチーム内での立ち位置が怪しくなった頃から、なぜか印象に残る場面も多く、8月のヤンキース戦ではこれからも語り継がれるであろう 0-0 のゲーム、延長13回に4時間5分間ベンチに座っていた彼が代打で出てきてさよならタイムリー。その後 DFA となってしまうんですが、1ヶ月足らずで42枠に戻り、シーズン終盤にはチーム史上初めての野手での勝利投手になるなど、最後にハイライトを詰め込んできました。キャッチャーなのでデプス要員として残せるとありがたいんですが、再契約はあるでしょうか。トレンズありがとう。6人目はジェシー・ウィンカー。ウォン獲得に際してブルワーズへトレードとなりました。本当だったらマリナーズ打線の中軸を担うはずだったものの、今季 MLB 全体で見ても最大クラスのがっかりパフォーマンス。 MLB.TV のイニング間ハイライトでレッズ時代の彼が1試合3ホーマー打った場面がよく流れていきましたが、あれほどの詐欺もないでしょう。シーズン終了後に首と背中の手術を受けましたので、おそらく怪我を抱えながらのプレーが悪影響を及ぼしたと思われますが、打率2割1分9厘、 OPS6 割8分8厘の打撃でレフトの DRS がマイナス16ではもうどう使えばいいんだと。一方野球以外のハイライトには恵まれ、エンゼルス戦の大乱闘ではウィンカーがチームメイトのフリオのために切れた部分もありますし、ファンとの積極交流も光るなど、キャラクターのウィンザーボリプレイスメントは一流。そんな姿を見て乱闘後にファンからピザがデリバリーされたのも納得です。最もチームメイトからの評価は分かれていたようですが、実力のある選手でありますので、ブルワーズで来年復活した姿を見せてください。ウィンカーありがとう。そして最後は我らがミッチー・ハニガー。コンフジャイアンツと3年契約を結びました。シーガーが引退してチーム最長在籍野手となりましたが、今季はコロナにかかった直後に復帰戦の1打席目で足首を怪我するまたも不運な1年となってしまい、出場は57試合のみ。2021年に39ホーマー打って、かつシーズン終盤勝負どころでクラッチヒットを量産してくれたハニガーの不在をこれでもかというくらいマリナーズは今季痛感しましたし、復帰してからは昨年ほどの打力ではなかったにせよ、やはり存在の大きさを感じる場面はあったのかなと。またグラウンド外では試合への準備など野球に対する姿勢はチームメイトからも高評価を受け、あまり多くを語るタイプの選手ではないようですが、若いチームに背中で伝える、こういったところからチームに好影響を与える選手でもありました。ファンにとっても2021年があのような悔しい幕切れとなって、その中でハニガーがマリナーズファンへの手紙として送った言葉の中に、絶対にこのクソみたいなプレーオフを逃し続けている不名誉な記録を止めると彼は誓ってくれて、それを今年有言実行してくれました。これ以上に嬉しいことはないですし、以前も言いましたが本当にハニガーには感謝しかないです。ハニガーありがとう。ということでね、彼らにはシアトルの街に再びポストシーズンの舞台を用意してくれたことに感謝していますし、新天地での活躍にも期待したいです。2023年がマリナーズにとっていい年となることを願っていますし、また今年1年間当チャンネルをご覧いただいた視聴者の皆様にとってもいい年になることを願っております。それでは皆様、良いお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。